トピス行ってた今回なんですけれども、任天堂ダイレクトミニっていうのが、26日の夜ぐらいにね公開されたので、いきなり動画撮ってるんですけれども、そこでね、ウーラオスの、情報、ちょっとした情報とか、服がちょっと新しくね追加されるとか、今からね本題で話そうとしている御三家の、専用巨大マックス技についての情報がちょっと出てたので、ここをねメインにちょっと、紹介していこうかなと思うんですけれども、まずゴリランダがね巨大コランダ、そしてエースバーン君が巨大火球、そしてインテリオン君が巨大狙撃ということで、これら3つがね全部特性を無視するという情報がありました。あとね、なんか詳しくは書いてなかったっていうか言ってなかったんですけど、これらの巨大マックス技は他のダイマックス技より威力が高いっていう風に言ってたんですよ。これがなんかちょっと気になるというか、今までってあの巨大マックスのポケモンも結構出てましたけど、普通のダイマックスポケモンと、ベースの、火力の計算自体は、全部一緒でなんか威力が変わるみたいなことはなかったと思うんですけど、今回は、なんかちょっと変わりそうだなっていうような、印象を受ける、発言があったということで、僕が思ったのは今回炎技ベースとかじゃなくて、あの御三家の専用技あるじゃないですか、狙い撃ちと火炎ボールとドラムアタックかな、これベースでないと使えないみたいなやつなのかなってなんか思った、まだわかんねえけど、これベースだと打つことができて、威力が140なり150なり、あるんですかね。ドラムアタック狙い撃ちは普通に130のはずなんですが、140とか140、150になるんですかね。火炎ボールは、元々120なんで、140は、もう元々あるっていう感じなんですけど、じゃあ150なんですかね。それはそれでちょっと強いなっていうふうには思うんですが、でもそれでね、その専用技、火炎ボールとかがベースになるんだったら、大バーンとか、他のダイストリームとかもなんか併用で打てるじゃんみたいな感じになるので、僕が今言ったその説はないかもしれないけど、別にストリームと併用できるみたいなのがあっても別におかしくはないような気はしてるんでね、バランス的におかしいわけでも別にないし、そこはいいかなと思ったんですが、もう一個ね特性を無視っていうのがあるんですけど、これがねゴリランダーがミミッキュの化けの皮貫通して、エースバーン君がシャンデラのもらい火貫通して、インテリオンがトリトドンの呼び水を貫通して攻撃していたっていうことなんですけれども、特に水が強いなっていうふうには思いましたね。今までって狙い撃ちは確かにトリトドン の呼び水とかをすることできたんですけど、ダブルバトルとかってあれですからね、インテリオンはダイマックスしてこそ結構進化発揮するタイプのポケモンだったので、そう考えると、ダイマックスして、威力高い技、そして高耐久で打ちたいって時にも、トリトドンの呼び水無視できたら強そうだなっていうのはちょっと思ったので、ミミックの皮も貫通できるし、火力も高いならね、結構吹っ飛ばせそうだなっていうところ、今ダブルでミミック強いですしね、シングルでももちろんミミック強いと思うんですけど、そこで結構いいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ゴリランダに関してはね、草技を吸い寄せるとか無効化にするやつがあれですね、装飾か、装飾なんですけど、ほぼいないっていう環境になってるので、あんまりインパクトないけど、普通にミミッキュ貫通できるのは強いね。全員ミミッキュ貫通できるっていうのはあるんですけど、巨大火球はねシャンダラのもらい火貫通していける以外にはどうなんだろうな。解禁されればヒードランとかもあって結構重要になってくるかなって気はするんですけど、もらい火のやつそんなに幅利かしてないので、って感じですね。ただ普通のダイマックス技よりワンチャン強いかもみたいな感じですかね。ギリ普通のやつより強いし、威力上がるならなおこっち採用するだろうなっていう印象は受けました。ということで、今のことで大体言いたいことは全て終了となります。ということで、またね追加の情報来たら、クソほど考察するんで、今回ちょっとね服装とかの考察はしないんですけど、ウーラオスの情報も考察しないんですけど、
まあ、よければこの Nintendo Direct のやつ、あの概要欄に貼っとくんで、まだ見てないよって人は、そのウーラオスの方も気になるよって人は見てくださいということで、また次の次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。